さあ今回も難波ですね。難波の、まあ、道頓堀かな、金龍ラーメンあってすごいね。今日はこの相生バス筋にある美味しいとこ行きます。難波久しぶりかな、楽しみやねんけど、いろんな筋あるからね。相生バスもものすごい味ありますからね。ザ大阪いう感じやわ。相生橋から一本入りました。向こうも商店街なんですけどね、味のあるというかいいお店がたくさん並んでる。美味しいですよここは。すごいね。テンション上がってきた。めっちゃ飲む。さっき行くとこでございます。このビルですね。このビルのところの地下と聞いてます。めちゃくちゃ味あるな。いいです。もう空気感がもう美味しいです。昭和だな。うわー素敵。ドキドキしながら歩いていこう。うわー、さあ着きました。こちらですね、なんと椅子なんですかね、竹屋さんかな、立ち飲み酒屋竹屋さん。じゃあ行きましょう。おお、わあ、めちゃくちゃいい感じ。立ち飲み。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、ええー、ねこれは。ありがとうございます。すごい、まさかあそこ降りてきて奥にこんな素敵なお店、いやこのビルがどうとかやないけど分からんすよね。ちょっと怪しいですから ねいやーでもすごいな。うわこれおばんざいが、うわーうまそう。常時何種類あるんですか。だいたい6、7種類これだけど、おばんざいはおいくらですか。おばんざいこれ一品が330円。ほう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 、はい、で、まあ、あのお任せで、私のはお任せみたいなので3種とかになると800円とかちょっとだけ。あ、はい、3種盛りになると800円。はい、そうですね。5種で1200円。5種で1200円とか、はい、うわ、だからセレクトしても大丈夫ということですね。あ、そうです、はい、セレクトした場合ちょっとまあ値段がその単品分でなっちゃうということですね。で、まあ、それはまあ来てもうて聞いてもうたらね、ああそうそうそう、いいと思うんで。どうしようかな、いや悩む。ほんでまた普通の単品メニューもまあ結構あるんですよね。普通のこの煮込みハンバーグとかさ、はい、これねちょっと僕メニュー見て思ったんです。これ、はい、お作りとか、はい、フライドポテトとか厚切りハムカツとかで、このお酒の種類ね、はい、これずっと見たんですけど、これ隣も借りてます。いやいや借りてないです。借りてないです。いや正直、はい、これも素敵なお店ですけど、この規模にしたはすごいメニュー豊富ですよね。ああ、ありがとうございます。こんなんあんねんやほんまに、はい、よっしゃ、まずんな何行こうかな。サントリーオールドハイボールって何なんですか。こういう、あ、だるまで作る、はい、うわー、それください。あ、はい、嬉しい。俺ら小学生の頃おっさん全員それ飲んでたんちゃうかな。そうですね。私も大体お親父世代は大体みんなこれ飲んでましたね。ですよね、はい、懐かしい。前から失礼いたします。あ、すいません。オールドハイボール、オールドパーで作ったハイボール、うわうまそうやわ。炭酸きつめやな、めっちゃええわ。行かせていただきます。始まった。始まりました。今日終わった。もう今日は終わりです。始まりましたけど、もう今日はもう終わりましたね。ああ、
うん、まっ、やっぱちょっとコクありますね。そうそうですね、よりは、はい、角は飲みやすいけど、はい、はあ、これガツンとくるわ。私もこれが好きなんですよそれでちょっとこれだけ。ああ、俺も家で買おうかな。むちゃくちゃ美味しいですね。そうですね、これ美味しいですね。うわー、なんか言っちゃいってまおばんざい行くか。こんなん聞いたら全然そんなんなってないですけど、はい、1個だけどれ入ります大丈夫だ、どれ入ります。いや、あの3種でまあ言われるんですけど、お客様からなんかこれだけはお願いっていうのはよくあったりします。あ、それもあの柔軟に対応してます。ちょっと待ってや、筑前煮でしょ、はい、これが白菜と小松菜の大会ですね。おー、でブロッコリーの明太米、うわタコスです。いや、ナス煮びたし、うわ煮びたしで、これチンジャオロースですね、うん、で、これがクロス鶏ですね。クロス鶏、はい、全部くださいそれぐらいになってまうわちょっと待って、僕の顔見てっていうか、もうマスターのお任せいきますわで、一品だけは願い聞いてくれるんですか。あ、お伺いします。よっしゃ、一品チンジャオロース入れてください。すいません、それだけで。あと二品なんやねうわ、ここめっちゃいい。ええー、な、この立ち飲みも久しぶりやもんな、下車のんべで言うたら。あー、うまい。ここもあるからな、メニューで言うたら。これ食べたい、今余ってねえな、俺。焼き豚に、焼き豚目玉ってなんやねん、めっちゃ気になるわ。でももう、だいぶ前からさ、こちらは。お店しだしたのは本当に1年3ヶ月ぐらいですね。あ、ほんならまた前は違う人がやられてて。あ、そうですね。そうか、だからなんかこうまだちょっと初々しい感残ってますもんね。そうですね、ね、それがええですよ、またねへえ、私自身もあのキャリアが短いので。店する前は違う職業やったんですか。サラリーマンです。ええー、はい、1年半前から。そうです、なので49で店開けましたやっぱり何事も遅いはないな。そうですね、何事もいや、そうですね。だって料理は好きだったでしょ。あ、料理はずっとしてました。それはプラ、でもそれはプロの道じゃなくて、はい、自分が本当に自分のっていうことで。ようやる思いましたね。そうですね、本当に偶然が重なって、でまた知り合いのバーのオーナーさんがすごく勧めていただいたので。へぇ、前から失礼します。チンジャオロースとブロッコリー、明太マヨとナスに満たしております。ほぼ私が欲しいやつ入ってました。よかったです。まあ全部なんですけどね、だから何が入っててもよ。これで800円。これで800円です。税抜き、税込みですね。込み800円、はい、立ち飲み価格ですね、ナンバーで言うでも。 そうです、そうです、ね、それはもう安いわ、こんなん。もうナンバーやもん、こんなん。私がもともと立ち飲みをずっと行ってたので、でそれの雰囲気をしたかったので、はい、じゃあちょっとまた同じやつおかわりでいいですか。はい、ありがとうございます。もうあかん、癖になってきたうまいんだこれが。こんなん見てよ、この夫人もう最高やな、これ。日本代表やん。とりあえずブロッコリー行こうか、体にやつ。うん、うまっ。まあこれはね、だってブロッコリーと明太マヨをあえてるっていう、はい、でもこのブロッコリーのちょうどいい歯応えの茹で加減が素晴らしいんですけど、真骨頂はナスの煮びたしとチンジャオロースになってきますよね。これは美味しいです、むちゃくちゃ美味しい、はいはい、ありがとうございます。煮びたし行こうか。うわ、日頃煮びたしがなかなか食べられへんもんね。うまっ。あ、美味しいわ。あ、だしの旨味の前に茄子の旨味が出てきますね。そうですね、茄子、はい、右だしすごい人気多いですね、
いやこれうまいな、この煮浸し。もういきなりだしの味すんのかな思ったら、あれってなってけえへんぞってなったら、まずナスビのうまみが、なあこのうまみ思ったらナスビやんってなって、後からあのおだしの風味香りがファッと立ってきて、いやこれ人気なん分かるわ。よく本当にあの選んでいただける方多いですね。はあ、い、チンジャーロースも言ってまう、はい、このまんま。なんかね、うん、全部やうまい。ほんまに1年半前以上はサラリーマンなさってたんですかね。ずっと料理の勉強しはったような気するわ。ずっと営業してました。あのピーマンとこのあのタケノコやったら、そっちが主役張るんちゃうかなぐらいうまみ染み込ませますね。そうですね。いや肉はもうそれはもう美味しいです、当然。ただ脇役メンバーも主力会みたいな刑事ドラマのね、いつも脇役のあの警部補が主役になった会みたいなドラマ、何の話してんのみたいな感じする。だってそれだけ。ピーマンうまいな。ピーマン美味しいですね、本当に。いやピーマン多くしてって言われるお客様多いです。だから野菜の目利きもあるんやろうけど、やっぱその素材使わせたらうまいですよね。素材のうまみがあるわ。あかん、これでもチビ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 ってまうぞ。じゃあもう追撃いっとこう。焼き豚目玉、はい、と、はい、やっぱり男は黙ってハムカツちゃうか。このうまいおばんざい味わいたかったら、オープンと同時ぐらいに来た方が全部味選べるってことですよね。そうですね、まあ、そちらの方が確実にはなります。何時からですか。オープンの方は5時からになります。5時ね、はい。辛口すっきりフルーティー、うわー日本酒も飲みたがってきた。あかんぞあかんぞ、香りがええな。だけど難波の、はい、同じ的なお店で飲みに来る方ってどんな方多いですか。はい、本当に何もせずにこの世界に飛び込んでるので、どちらかというと最初知り合いが多いです。ああそうか、はい、その昔サラリーマンやられた時のお友達とか得意先の人とかが来てくれはるという。はい、あとはまあ飲んでる、この界隈でも飲んでるお店が何店舗かあったので、やはりまあそういうところのあのまあ、一緒に飲んでた方とか。なるほどね、はい、でお見せしますって言った時にあのじゃあ行きますみたいな、そういった、はい、なかなか一元でここ来よう思ったら、あのそうですね、最近ちょっとだけやっぱり出てきていただけるようになりました、ね、だからなんか誰か来た人が SNS 上げてここあるよっていうので、はいはい、みんなそれ見て来てはるかもしれないですもん ね, ね。なるほどな、今それあるもんな。と Google マップにあの書き込みとかなんかしていただいたりっていうこともあるので、それを見てあの海外の方が最近ちょっと多くなってきたのがびっくりですけど、はい、海外の職人や、はい、英語喋れるんですか。一切です。でもまあ全くです。指さしてドリンク指さされたらもうね、基本 OK って言います。あ、まあ、俺焼き豚目玉ってあんまり効かん料理とハムカツやねんけど、日本酒でいこうかな。なんか辛口でお任せいっていいですか。あ、はい、お願いします。はい、うまいわ、むちゃくちゃええ香りしてきた。はあ、今ナンバーで一枚ええ香りしてる場所じゃあかな、ここ。これ焼き豚目玉、はい、うわうん、まそう、わー全うわ分厚い、このハムカツ。え、ちょっと待って待って、こんだけ分厚くて250円。250円です。
で焼き豚目玉が350円、これ600円。そうですね。周りから原価計算ができてないんじゃないかな。できてへんな。褒め言葉ですよ、怒らんといてくださいよ。褒め言葉ですよ。めちゃくちゃアホですね。これは本当素敵。ありがとうございます。もう最高の褒め言葉として取ってください。それはもう香りでやられるわ。まず本気、これこのハムカツ僕の分厚い指でこうやからね。七福神。ああ七福神、ああいいですね。三重県。おお、日本酒はグラス1杯600円。はい、600円になってます。これ全て税込み価格ですか。あ、これ全て税込み価格です。はあ、超辛口七福神、いいっすな。この人も終わりやなと思われてもいいんで言うていいっすか、はい、言うていいっすか、はい、チェーサーでハイボールください。お願いします。あ、美味しい。むちゃくちゃ辛口なわけでもないですね。そう、そうですね。ピリッとこう辛さは立つけど嫌な辛さじゃないというか、はい、品あるという。あ、チェーサー来ましたか。チェーサーです。チェーサーのハイボールが来ました。うわぁ、さあ行ってみようや。焼き豚もなかなか入ってるよ。キャベツもこんな使っても、まず焼き豚から行ってみる。そう、 うわとろとろ。あ、うわ、あ、おいしい。この焼き豚、ありがとうございます。自分で、あ、はい、えげつないな。あの、なんか選び方がうまいね、食材のね。あ、そう言っていただけると、はい、嬉しいです。焼き豚うまいんですけど、とろとろで脂部分がすぐふわーって溶けていくんですけど、鬱陶しない脂ってありますやん、はい、胸悪なる脂、まあそんなんなかなか少ないですけど、はい、上質な脂が溶けていくみたいな。めちゃくちゃ選ぶうまいですね、食材。いや、ありがとうございます。ほんでちゃんとお肉の部分というか食感の部分残してもらってるから、これ350円。いや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 、止めたいわ。アホかお前は言うて、そんな値段で。いや多分これほとんど利益ないと思うよ、このもうこれはもう本当に楽しんでいただけたらなというような。だからもう料理作ることが楽しくて、お店持って、はい、みんなが楽しんでくれたら俺それで楽しいね、幸せやねっていうことですよね。おっしゃる通りですね、はい、こんな値段では出てけえへんて。この卵の黄身も絶妙絶妙。この黄身を割ってこの焼き豚のこのタレもうまいわ。焼き豚のちょっといっちゃっていいですかこれ。あ、うまい。卵のうまみと焼き豚のうまみがっていうか太いね。もうちょっと薄めでええて。350円やったら太いて食べ応えあんのかい。それとご飯食べる方多いですね。せやね、白飯も150円なんですよ。今日とかだったらカス汁あるんですけど、だいたいご飯と焼き豚目玉とキツ汁とかって選ぶ方もおられます。え、焼き豚目玉で350円でしょ、はい、白ご飯で150円でしょ、はい、カス汁なんぼですか。カス汁300円です。800円で定食できます。そうそうです。最高やん最高やん。あかん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 。カス汁はいつもないもんね。カス汁、まあ、汁物はちょっと日によって変わったりします。豚汁になったり、はい、他の汁物になったり。へえ、あ、あるわあるわ。今日の汁物300円。
いっちゃいますか、この分厚いのも。うわ、もうケチャップやねんな、ええな。うわ分厚、うまっ。あーなるほどね。あーこの店渋い、ありがとうございます。なんでケチャップなんかな思って、はい、ソースでもええわけじゃないですか、オーラ世代で言うたら、はい、なんでケチャップか言うたら、揚げ方が絶妙すぎて、あの衣に甘み出してるから、ソースやったらその甘みの良さが分からへんね、多分潰れてまうから。ケチャップの酸味と対比さすから生地の甘みがすごく分かる。でもこの衣はまずごちそうやもんね。この揚げ方時間置いてもサクサクするやつやわ多分。そうですね。でもハムは当然分厚いし、このマウスピースぐらいあるで。このケチャップとのバランス、生地と中身の、うわちょっと食べ過ぎや。またちょっとだけこう腕立てもできるしね、立ち飲みやったら。なんで腕立てすんの、なんかうますぎて腕立てしたな、ちょっとだけ。俺ら子供の時の立ち飲み屋さんって親父らがよう行ってて、なんちゅうの、酔えればええっていう店もあったんです、うん、昔は、はい、もうちゃいますね。そうですね、本当にもう楽しんでいろいろな縁もつないでいただいたりとか、はい、そういう場になればいいなと思ってね。ほんでやっぱりお店も産まなかったらけえへんし、そうですね、酔えたらええねん言うたら、そういう人はもうけえようになってきてるもんね、はい、これうまっ。うわな、白ご飯行きたいけど今ちょっと絞ってんねんな。今日の汁物いただいて、いけます？はい、いけます。汁物行こう、はい、汁物を最後にちょっとキュッと、はい、いやー美味しい。また来ようマジで。ありがとうございます。前から失礼します。うん、汁になります。酒入ってますので骨だけお気をつけください。具沢山やで、粕汁そうそう飲めんで、最近粕汁もちょっといただいてみよう。香りが最高、酒粕の。あーうまい、あーうまい。もうちょっとおかしいこと言い出してるけど、これつまみになりますね。そうです、野菜も多めに入れてますね。 はい、あの汁飲みながら酒飲むみたいな、はい、で時々具材つまんで酒飲むみたいな、これももうつまみの一品ですね。そうですね。本当に汁だけだとあれなので、だいぶあの具材は多めに入れてます。いや、めっちゃくちゃ入ってますよ、はい、もうこんなんちょっとずつ最後つまんでいったら、これちょっとこれつまみながら一口酒飲めるわな。うわぁ、いや、なんやろ、うまい。なんか商売っていう感じしませんね。そうです。なんかこれ分からへんけど、料理を作ってみんなが笑いながら酒飲んで飯食うてるのに生きがいを感じてる場所な感じがする。もう本当におっしゃる通りですね。もうだって普通にあと100円ずつ揚げだって別に何の違和感もないけど、だからたくさんの人に来てもらって、たくさんの人と出会って喋りたいよね、多分。本当そうですね、うん、本当にやっぱり喋れて楽しい毎日が過ごせるのもそれでいいかなと思ってます。だっていろんな人ここに5人、まあ5人以上立てるか8人ぐらい立てるか、8通りの人生聞けるわけやもんね。そうですね、かっこええわ。あーうまっ。
いよいよ私汁すすりながら酒飲み出しましたわ。むちゃくちゃうまい、幸せ。難波の方はよう来るんですけど、はい、車で来るからな。だからもし車じゃない時は、あの難波で飲むぞってな時は寄らせてください。もう絶対行きたい、絶対行きたい。全部が美味しい。ありがとうございます。あ、うま。わあ、ええー、なあここ。